皆さんこんにちはただいまから礼拝を始めますはじめに総楽をしていただきますので黙祷いたしましょう 聖子<笑し>マタイの福音書11章28節から30節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しくへり下っているからあなた方も私の首輝きを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます 私の首輝きは追いやすく、私のには軽いからです。では、ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌六十六番、聖なる聖なる、ご一緒にお歌いし、主を褒めた,たえましょう。 Oh, man. 一緒に主の祈りを祈祈りります主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく 我らの罪をも許してまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出してまえ。国と力と栄とは限りなく何のものなればなりアーメン。続いて使徒信条告白いたします使徒信条我は天地の造り主 全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座してまえり。 賢より来たりて生ける者と死ねる者とをさばきたまは。我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。ではお祈りいたします。恵み深い天の父様 あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたの大きなご愛をいただき、えー、すぐる一週間も過ごすことができ、また、この週の初め、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。すべてを作り、すべてを治めておられる王の王、主の主であるあなたの皆が高らかにあがめられますように、私たちも、えー、昨年、1年間、えー、困難の中ではありましたけれども、こうして守られ、 新しい年を迎え、また、えー、あなたと共に歩むことができますこと、感謝いたします。どうぞ、えー、この新しい年においても、主の守りが豊かにありますように、今、えー、格別困難の中にある方々のことを覚えます。病の中にある方、また、怪我をしてらっしゃる方、またさまざまな、えー、困難の中にあって、えー、試練の中にある方々の上に、あなたの癒しがあり、また慰めがあり。 また、助けがありますように。あなたは私たちの困難をすべて知っておられます。また、私たちの心の悩みをすべて知っておられます。イエス様はこの地上を歩まれたとき、すべての私たちが経験するあらゆる苦しみをすべて負ってくださいました。そして私たちに同情してくださるお方であることを心から感謝いたします。また、イエス様は私たちに力を与えてくださるお方、救い出してくださるお方です。 平安を与えてくださるお方ですそのお方が今も共にいてくださることは何という幸いでしょうか。主よどうぞ私たちも、今一度あなたが共にいてくださる恵みを忘れることなく、日々を歩むことを得させてください。まだ世界中でも新型コロナウイルスの感染が広がっている状況です。また、戦争もまだ終結しない状況です。そのような困難のある状況ではありますけれども、主が共にいてくださり、 一日も早く全く平安を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを作って、すべてを納めておられるお方、王の王、えー、あなたの皆が崇められ、私たちも今一度、えー、心からの賛美と感謝を下げすることができますよう、今もう一度、一人一人の心を整えてください。ここに集います兄弟姉妹、またオンラインを通して礼拝を捧げる兄弟姉妹、お一人お一人の上に神様の恵みと平安がありますように。 尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。ア雨。はい、では聖書を拝読いたします。えー、本日の聖書箇所は。テサロニケ人手紙第一。一章。一節から五節です。パウロシルアのテモテから。父なる神。 および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ「恵みと平安があなた方の上にありますように」私たちはいつもあなた方全てのために神に感謝し祈りの時にあなた方を覚え絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き愛のロークイエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。 神に愛されている兄弟たちあなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかは あなた方が知っています。はい、じゃあ、御言葉を取り次がせていただきます。ということ、をお祈りいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ、賛美いたします。 これから御言葉を開かせていただきます。どうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りくださって私たち一同を恵んでください。あなたの御言葉は真理です。どうぞこの真理の御言葉によって私たちをこの世の汚れから罪から清め分かってくださり、見、えー、心のままに歩むことを得させてください。神様の子供として、またイエス様の弟子として、えー <laughs> 主の栄光を表す、えー、行いをすることができますよう、精霊様の助けを与えてください。今、精霊様がお一人お一人の霊の目を開き、霊の耳を開き、今日の御言葉をしっかりと、えー、心に蓄えることを得させてください。またこの下もをどうぞ十字架の陰に隠してください。主ご自身の栄光だけが表されますように、一切を見てに委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン はい、えー、今日は、えー「神様の選びを確信する」というテーマになっております。神様の選びを確信する <laughs> 今年は、えー「テサロニケビテの手紙」第1ですね、こちらを、えー、皆さんと一緒に学んでいきたいと願っております。えー、そして、やはり新しい年、始めていくにあたって、えー、私たちの信仰のスタート地点、信仰の原点。 そこをしっかりとね。確認して、そしてこの1年もね。あのいろんなことあると思います。けれども、もえ緩、ー、ぐことはないように歩んでいきたいと願っております。では、えー、聖書をもう一度お読みいたしますのでご覧ください。テサロニケ人への手紙第1。1章1節から、えー、まず3節まで1節から3節拝読します。 パウロ・シルワーノ・テモテから父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ「恵みと平安があなた方の上にありますように」「私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し祈りの時にあなた方を覚え絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き愛のローク 主イエススキリストへのの望みの忍耐を思いい起こしていますすはい、えー、ここままでです、えー、<laughs> まず、えー、この手紙はパウロそして、えー、テモテシルアの3人からというふうに書かれていますですが主にねパウロが書いているなというのは分かるかと思いますねそしてパウロからテサロニッケにある教会の人々に「 お手紙が書かれております <laughs> このテサロニケの兄弟姉妹なんですけれども彼らはイエス様に習った信仰の働きを、えー、行っていた、えー、非常にね熱心な信徒だなということが分かります死を明かししていたんですよね、えー、イエス様の弟子、えー、キリスト教会のこの教会員信徒たちですね兄弟姉妹これは イエス様に習うというのがな、えー、すべきことですこれはあの弟子というのが先生に習うそれが基本になっているそれと同じですねですので、えー、イエス様の弟子たちはイエス様に習います、えー、これねよく間違うところあるんですけれども教会に来ていてあの教会の牧師の言うことを聞く というふうに、ね、考えるかもしれませんがそうではなくて、えー、私たちクリスチャン全員ですね当時のテサロニケの教会の人たちもそうですし現代の私たちもそうなんですが皆イエス様の弟子になっています、えー、ですので牧師が何か言ったからこれに従わなければいけないとかそういうことではなくイエス様がおっしゃることをしっかりと聞いて行うイエス様がなさったことを 習って行っていく。これが、えー、イエス様に従うということになります。ですから当時のテサロニケの教会の人たちも、えー、指導者はちゃんといます。教会の指導者はいます。ですが、えー、使徒たちからイエス様の直接の弟子である人たちから聞いたこと、それを元にイエス様はこうおっしゃっていたのだということをしっかりと覚えて行動していたんですよね。 当然あのイエス様の弟子ですから、えー、何をなすべきかということちゃんと話も聞いてますし何をなすべきかも分かっているんですがなかなかできないということもあります私たちもそうですね分かっているけどなかなか良いことはできないということはよくあるわけです、えー、イエス様が人々に教えてくださったこと 弟子たちに教えてくださったこと、その最も大事なことは、父なる神様を愛すること、主なる神様を愛すること、そして同じように隣人を自分を愛するように、隣人を愛しなさい、ということでしたね、えー。この2つのこと、これがすごく大事なことなんですよ、ということを教えてくださいました。ですから、えー、当時の弟子たちも同じように、 この教えを語りますまたユダヤ人でしたらこの2つのことは当然のように知っています。え聖書をちゃんと聞いていますので彼らは、えー、自分たちの神様主を愛し主に従うことまた隣人を愛することこれはもう絶対に大事なことだこれが一番大事なことだと分かっているんですが残念ながら 当時のユダヤ人たちそれができませんでした分かってはいるんですけどね分かってはいるんですがどうしても、えー、愛するということはできないんですこの愛するというのは第一にするということですね主を第一にする隣人を第一にする大切にするということどうしても人間は自分自身を 第一にしてしてままいます自分の利益自分の名声そのようなものを大切にしてしまって神様を第一にすることはなかなかできなかったんですね、えー、ところがこのテサロニ家の兄弟姉妹なんですが忠実にイエス様の教えを守って主を愛し隣人を愛するそしてイエス様が 私はあなた方に新しい戒めを与えますとおっしゃったんですが互いいいいに愛し合いなさいとということですねそのような戒めもしっかりと守って生活をしていましたただこのようにあって、えー、愛に生きる主を愛し隣人を愛し互いに愛し合う生き方というのは老苦が伴います、えー、非常に困難なことも多いんですね。 えー、これはイエス様がこの世の生涯を歩まれた時この地上生涯を歩まれた時のことを思い起こしていただいたらわかるんですがイエス様は何一つ悪いことはしておられません本当に人々を愛してその命までも与えるほどに愛してくださった人々を第一にしてくださった主を第一にしておられたにもかかわらず 行く先々でで苦労されているわけです生活の困難もありましたもう枕するところもないっていうふうにイエスもおっしゃっておられましたけどねそのように、えー、大変な生活をしておられたんですね、えー、そして最後には人々から裏切られる罵られる捨てられる十字架につけられるそのような苦しみを味わわれたわけです。 イエス様がなさったように神様を第一にしてそしてまた隣人を第一にして生きるということ互いに愛し合って生きるということは非常に素晴らしいことでありまた求められていることなんですが困難も伴うのだということがあります。ここで、えー、テサロニケの人たちもやはり信仰に 信仰を持って生活する時老クしていたんだろうなということは分かりますパウロたちはそのこともよく知っていましたそれでも彼らはイエス様に従い続ける道を選んでいたそのことをパウロたちはちゃんと知っていましたからテサロニケの兄弟姉妹たち彼らの信仰を 神様の御前に祈る時いつも思い出して感謝をしていたんですねパウロたちは、えー、ちゃんと祈りの時間というのを持っていますユダヤ人たちは、ね、祈りの時間というのを特別に持っていますまたそれ以外にも、えー、絶えず祈りなさいというふうにね、えー、教えられている通りみんな、えー、絶えず神様との交わりを持っていたその時に テサロニケの兄弟姉妹たちが本当に信仰を持って歩んでいることそれによって愛を持ってロークしておられることキリストの望みを持っていること忍耐していることそんなことをね思い起こしては神様がこの兄弟姉妹を励ましてくださって守ってくださっているんだなということを神様に感謝していたんですよね。 今まで罪の中に死んでいた兄弟姉妹ですテサロニケにいた信徒たち違法人たちは特に神様を知らなかったそして絶望していたローマの支配下ですからユダヤ人だけでなく全ての人たちがローマ人以外はね苦労していたと思われますまた大変な世の中ですからねローマ人であっても苦労していましたこれは現代でもそうですけどね 誰も,もう何も心配なく暮らすことなんかできませんけれども神様が共にいてくださるイエス様が共にいてくださる父なる神様と主イエス・キリストにつながるものにされているそれによって彼らが平安を持って喜びを持ってたとえ困難の中にあっても忍耐し続ける希望を持って忍耐し続けている の姿を。パウロたちは感謝していたんですね。四節、五節拝読いたします。四節。神に愛されている兄弟たち。あなた方が神に選ばれたものであることは。私たちが知っています。なぜなら。 私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。パウロたちはテサロニケの兄弟姉妹が。 立派な働きをしているということを覚えていましたただ、えー、彼らの働きというのはあの私たちのような横縞なものがするようなものとは違うというのも知っていましたどうしてもね、えー、この世の働きというのは人から褒めてもらいたいという思いから努力していることがあるんですけれどもそんなものではないテサロンの人たちは決して誰から 他の人から褒められたい名誉を受けたいまた利益を得たいそんな思いから働いているのではないということをちゃんと知っていましたそれにもかかわらず自分には何の利益もないかもしれない苦労しかないかもしれないそれでも彼らが愛の労苦をしていたそれはただ父なる神様および 主イエス・キリストが彼らと共にいてくださる恵みによることだということをパウロたちは知っていたんですね。パウロたちはテサロニケの兄弟姉妹が神様に愛されていることまた神様の選びによって教会につながっているということをパウロたちは知っていたんです。 非常に大切なことです教会につながることこれは自分で選んだように思うかもしれませんが決してそうではないということイエス様も弟子たちにおっしゃいました「あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選んだのです」そのように目の前にいる弟子たちにそのようにおっしゃったんですね。 確かにイエス様に呼ばれて弟子となったそのような人たちもいましたしかし多くの場合自分たちからこの先生についていきたいと言ってやってきたんですにもかかわらずイエス様は私があなた方を選んだのだとおっしゃったんですね神様の選びというのは本当に不思議なものがあります神様はこの地上のすべての人を知っておられ この人を招こうこの人を今キリストの体につながらせようそのように選び招かれるわけですただどうしてそんなことが言えるのか自分できたはずだって人間ならそう思うかもしれませんしかしパウロは自分たちの宣教、それがどのようなものであったのか とということを説明することによってあなた方が今イエス・キリストを信じ教会に集うようになっていることこれは一方的な神様の恵みなんですよということを説明していますそれはパウロたちの宣教が言葉だけによるものではなかったということです言葉だけなら人間の、えー、いろんな 勧誘も言葉だけすすることはできますしかしパウロたちの宣教というのは言葉だけによるものではなくて神様の道からによるものがありました神様の道からこれは、えー、癒しですとか悪霊の追い出しそのようなものによって表される奇跡ですね印と呼ばれるものです神様が今 あなたに働いておられるんですよということは分かるような印それをもって今あなた方に主は共にいてくださいますということを示していたんですイエス様も復員を述べ伝えておられた時病人を全て癒しておられました悪霊につかれた人を、えー、悪霊から解放しまた、えー、<coughs> 死人をもよみがえらせておられた そのような奇跡を行われました。え福音書の中にはえパンと魚で5,000人男だけで5,000人を、ね、養ったという奇跡も記されていますね。さまざまな印を持って「神様の道からが今働いているんですよ」「これは神様がなさっているんですよ」「だから福音の言葉を聞きなさい」と語られているところがたくさん出てきます。 そのようにパウロたちの宣教も言葉だけによらず神様の道からが働く宣教だったということを彼らに思い出させているんですね。そして聖霊なる神様が一人一人に触れてくださって人々は罪を悔い改め神様の子供とされる特権を受け取るんです。聖霊によらなければ。 誰もイエスは主であると告白することはできない。そのようにパウロは言っておりますけれどもイエス様こそ救い主であるそのように認めることができるのは一人一人に精霊様が働いておられるからです。キリスト教会につながることができたキリストの体につながることができた父なる神様の身元に立ち返ることができた。 これはすべて聖霊様が助けてくださったことなんですよということを、えー、教えていますね。また、えー、いろんな勧誘ですね、この世のさまざまな集まりの勧誘でしたら、言葉だけでなんとかなります。そしてまた言葉巧みに人々の感情を動かして、えー、そのグループに所属させることあります。 気分を盛り上げて、ね、こ,のこの集まりに来たら幸せになれるんだ力がもらえるんだ賢くなるんだみたいなねそういうふうに人々をこう煽って一時の感情で、えー、集会に参加させるということがあるかと思います。ですがテサロニケの人たちの信仰というのは決してそうではなかったんですね。これは人の働きの中でテサロニケの伝道のことは少し書かれておりますけれども。 パウロはちゃんと聖書を通してあのナザレのイエス十字架で命を捨てたあのナザレのイエスは約束された救い主であるということを丁寧に説明したんですね。イエス様のこの地上の生涯において聖書において予言されていたことが成就しているそのことを丁寧に説明することによってテサローニ家の人たちは それをちゃんと調べ、そして理解したんですね。確かにこのように書かれている。ならば、ならば、あのイエス様は私たちのために十字架で命を捨ててくださったのだ。そして約束されたことは真実ならば、イエス様を信じることによって全ての罪が許され、 永遠の命をいただくことができる、神様の子供もされる、神の国に入ることができる、この約束も真実なのだと、真理なのだと信じて、えー、イエス様につながるバプテスマを受ける決心をすることができたわけです。確信を持つことができた、イエス様こそ救い主であるという確信を持つことができた。 それは彼らの一時の感情ではなくちゃんと頭で考えて理解して行った信仰の応答だったわけですね。そのよようなことをパウロはよく知っていましたですから彼らの信仰が偽りのない真実な信仰であってその信仰というのは 神様の選びによることなんですよということそれをこの手紙の最初にテサロニケの兄弟姉妹に再確認させているわけですスタート地点がどこなのかそれをはっきりさせることは私たちの信仰生活において非常に大事になりますどこからスタートしたのかそれが分かっていると万が一つまずいた時 道に迷った時そこに戻ることができるからです。パウロはテサロニケの人たちに「あなた方の信仰のスタートそれは神様の選びなんですよ」「神様があなた方を愛してくださり選んでくださったんですよ」ということをここでもう一度語っていますね。えー、4節の御言葉もう一度お読みいたしますね。 神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは、私たちが知っています。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは、私たちが知っています、えー。このようにパウロはテサロニケの兄弟姉妹に、あなた方は神様に選ばれたものである。 愛されている兄弟,兄弟たちというふうに呼んでいますがこれは私たちにも言えることです私たちも神様に選ばれ教会につながるものにしていただいたということをね今日しっかり覚えましょうねえー、パウロはテサロニケの人たちが神様に選ばれたということを神様の道からそして聖霊 えー、そのような働きがあったんですよということを、えー、教えることによって確信させていましたでは私たちにとって奇跡っていうのは見せていただいたことあるんだろうかと思うかもしれませんねそんな奇跡なんか私経験したことないですよっていうかもしれませんがこのクリスチャンが少ない日本でそしてまたその中でも特にクリスチャンが少ない徳島で 福音を聞くことができたまた神様のご愛を受け取ることができたキリストの体である教会に今こうしてつながることができたこれは神様の道からによる奇跡以外何者でもありません中に私のうちはクリスチャンホームですから生まれた時からもずっとつながっています ですからそんな奇跡はありませんっおっしゃるかもしれませんそういう方がいるかもしれませんがこの日本のどれだけこの日本でどれだけクリスチャンホームがあるでしょうか本当にごくごくわずかではないでしょうかねそこに生まれたどれだけすごい奇跡かそしてその 両親がちゃんと教会につながりそして信仰を伝えてくれた神様の愛を伝えてくれたイエス・キリストの恵みを教えてくれたこれは本当にかけがえのない恵みですよねそれを知らなければどれだけ大変な思いをしてきたかそのような中から救ってくださった これは神様の力によるる大いなる選びです。そして私たちもイエス様を救い主として信じそしてイエス様を心にお迎えしたんですけれども精霊様がその人に働いてくださなければ決してイエス様を救い主である真ことの神様であると信じることはできません。 私も、えー、ミッション系の学校で、えー、キリスト教学とかいうのを学んだことがあります。えー、また学校の中にチャペルの時間というのもありました。ほとんど出ていませんでしたけれども、なぜ出なかったのか、なぜ出なかったのか、面白くないから <laughs> というのがあったんです。なぜ面白くないのか、わからないからです。わからないからです。その時は精霊様が働いておられない。 全くわからないんです何を言ってるのかわからないんです。キリスト教学っていうのも全然わからないんです。あの「試験はいつも毎年決まってますよ」って言われますモースの10回が出るからそれ覚えとけ」って。覚えてもね覚えることはあの模範解答を覚えるっていうぐらいでちゃんと聖書を読むということはできませんでした。そんなものが今牧師です。<laughs> なぜか何が変わったのか精霊様が働いてくださったからですそれ以外にありません精霊様がイエス様こそ真ことの神様であること救い主であることを働きかけてくださったんです教えてくださったんですだから変えられるんですだからイエス様を救い主だと信じることができるんですそれは私に限ったことではなく すべての人がそうですすべての人が精霊様の助けをいただいた時なぜだかわからないけれどもこの方こそ救い主であるという確信を得ることができるんですそして皆さんもねこうして教会に集っているということは福音を聞いたことがあるかと思いますイエス様が 私たちの罪を背負って十字架で死んでくださった。そして墓に葬られ、三日目によみがえってくださった。このイエス様を信じるなら、あなたの全ての罪が許され、永遠の命を受けます。神様の子供になります。神の国に入ることはできます。そのように約束された。それを信じて、またバプテスマを受けられた。イエス様を信じた。 ただこの福音これはどこに行っても同じですどの教会に行っても同じですですからいろいろな教会でいろいろな伝道集会で,でん、えー、この福音を聞きますですがどこへ行っても同じですなぜかそれはこの福音が 誰か他の人の作り話ではないからです。聖書に基づいた神様の約束だからです。だからこそこの御言葉が真理だと信じることができる。そしてどこへ行ってもキリスト教会につながることができるわけです。もしも誰か他の ある有名な牧師の作り話だったとしたなら、その人は他の教会に行くことはできないでしょう。語られることは全く違ってきますからね。行くことはできないと思います。しかし幸いなことに私たちは世界中どこの教会であっても同じ福音に生きることができるんです。どこへ行っても同じことを、同じ信仰を持つことができます。 これは神様が私たちを選んでくださりそして愛してくださっているから備えられたものですよねその福音を一人一人は私たち一人一人が信仰を持って応答しましたそれによって今皆さんはこの教会に集っているわけです そう考えますと今私たち一人一人こうして教会に集って礼拝をしている一人一人は神様に選ばれて信仰で応答したんだなということがよくわかるかと思います。自分で選んできたのではないこの人が好きだから来たわけではない。神様が 私たちの目に見えないところで選んでくださった不思議なように選んでくださった亡きに等しいものなのに目を止めてくださって招いてくださったそして罪に汚れたままでは見舞いに出ることはできないそんな私たちのためにイエス様が罪の汚れをすべて取り除いてくださったんですこの恵みを確信する時 私たちの信仰の働きこれはイエス様に似たものになってくるわけですテサロニケの人たちもそうですね確かにこの世でイエス様に習って生きるということは非常に難しいところがありますしかし私たちは一人ではないということをどうぞ忘れないでください 同じようにイエス様に従う兄弟姉妹を神様は備えてくださいました。それが教会です。信仰一つにして励まし合ってそして助け合って生きることができるんです。それが教会の素晴らしいところでありイエス様が立ててくださった教会の大きな大きな恵みです。 今、えー、コロナの感染が広がって以降なかなかこう集うことはできないそんな方々も大勢いるかもしれませんですが、えー、キリストにあってみんな一つであるということは変わりありませんですので、えー、たとえ今置かれている状況が私は一人だ孤独だと思うことはあるかもしれませんがイエス様はいつも共にいてくださっています 父なる神様は共にいてくださっています。キリストに、キリストの体である教会につながっている兄弟姉妹、一人一人と、今、誠の神様は共にいてくださいます。そして、助けてくださっています。また、主にある兄弟姉妹が、一緒にいることはできなくても、陰にあって祈り続けてくださっているんです。私たちも、今、神様に、 愛され、選ばれたものであるということ、これが私たちの信仰の原点であるということをしっかりと覚えて、確信して、そして、主イエス・キリストへの望みを持って忍耐をしながら信仰の働きを続けていきましょう。そして、主の栄光をこのように表していきたいと願います。お祈りをいたします。 神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。天のお父様、尊い皆をあがめます。私たちが神様に選ばれたものであるということを、今もう一度教えていただいて感謝いたします。私たちは自分で、えー、神様を選んだと思うかもしれません。しかしか 亡きに等しいものをあなたたが選んでくださった本当に不思議なこの狭き門を私たちに見せてくださったそして私たちを招いてくださったことをただただ感謝いたします私たちは自分の力では自分の目ではこの救いの道を見いだすことはできませんまたその道を通ることなど 自分ででではは到底できるものではありませんしかし私たちのために父なる神様は救い主であるイエス様を独り子であるイエス様を使わせてくださいましたそしてイエス様が救いの道を開いてくださり私たちにもその道を示してくださった罪の中で座っていた私たちを招いてくださった この大きな恵みをもう一度思い起こし、感謝いたします。この世を歩んでいく中で、さまざまな困難があります。信仰から外れそうな時もあります。弱さを覚える時もあります。しかし、今、私たちは永遠に変わることのない神様の愛を受けているということ、神様に選んでいただいたということを忘れることなく、絶えず、 信仰の創始者であり、完成者であるイエス様に目を向けて、この世の旅路を歩ませてください。どんな困難の中にあっても、私たちの重荷を共に追ってくださり、また慰めを与え、道かを持って、道を開いてくださる、主が共にいてくださることを確信して、この地上を歩ませてください。主よ、今、お一人お一人に、神様の恵みとまた助けがありますように。 平安が与えられますように。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では、しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。 では、ご一緒に賛美をいたします。聖歌六百三十一番、罪に見ている世界ご一緒にお歌いし、主を褒めたたえましょう。 では献金をお下げいたします「<laughs> 賛美歌、えー、547番今探ろう」を歌いしながらお下げいたしましょう。<music> する天の父なる神様皆をあがめて感謝いたします本当に今年の礼拝にようやく出席することができ感謝いたします本当に昨年は様々な紛争や色々な疫病とか本当に試練の年でありましたけれどもどうか今年は本当に静かで穏やかで 永遠の年でありますすように心からお祈り申し上げますまた今木下先生を通して本当に私たちの信仰は私たちが選んだわけでも行いによるものでもなくただ神様からの選びによって救われたということを教えていただき感謝いたします。 この世の中にあって本当にあなたを知らない多くの人々がいますがどうかあなたはその人たちを選び救いに導いてくださいまた今日本当に御言葉を通して多くの恵みをいただきましたけれどもけがやご病気で参加できない方々の上にもあなたの大いなる恵みを持ってそのところに臨んでください また本当にあなたから日々大きな恵みのうちに生活しておりますけれどもその感謝の気持ちを今わずかですけれどもあなたにお返しいたしますどうぞ清めて御用のために用いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますああ ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、昭英、父、御子、御手のお歌いし、祝祷いたします。<music> 主があなたを祝福しあなたを守られますように主が三顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が三顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン どうぞお座りください,いや以上をもちまして、えー、本日の礼拝を終了いたしますどうもありがとうございました